小屋掛けの露店が集まる両国広工事の様子。浮世両国橋湯鈴花火見物の図、葛飾北斎が1780手前に広工事。江戸両国橋湯鈴の計、北尾正美が両国広工事は、隅田川に架かる両国橋に沈めに設けられていた広場。重要な交通手段である橋の交通を守るために、秘書地として扱われたため、常設の建物は作られなかった。 現在の中央区東日本橋二丁目のことを指す。江戸幕府は防備の面から隅田川への架橋は、千住大橋以外認めてこなかった。しかし1657年の明暦の退化の際に、橋がなく、逃げ場を失った多くの江戸市民が、火星に飲まれ、十万人に及んだと伝えられるほどの死傷者を出す。事態を重く見た、老中、堺忠勝らの提言により、防火。 防災目的のために架境を決断することになる。木製の橋への累霜を防ぐため、秘書地として広工事は作られた。地名としての両国は、隅田川西側の武蔵国側を多くは指し、対岸の旧下宇佐国側を公領国と呼んだ。江戸の街中にぽっかりと穴が開いたように空き地があれば、人は無断利用するのが当然ですぐに、 目的外仕様が始まり、仮設の見せ物小屋が立ち並び、両国広広広寺と浅草寺裏は、江戸一番の盛り場として、江戸時代期から明治時代初期を通して繁盛をした。将軍が高刈りに出る時などは、両国のすべての見せ物小屋が綺麗になくなって、本来の非暑地の姿に戻った。江戸三大広広広寺の一つに挙げられる。この姿は、 江戸東京博物館のジオラマ模型展示で再現されている。江戸砂子によると、まず、辻公爵が出たのが始まりで、次々と見せ物小屋が立ち、飲み屋ができ、浅草観音付近を思わせるほどの盛り場となった。両国共東西の広工事には、神湯床や水茶屋といったとこ店の他に、ボテフリア屋台の露天商などが立ち並び、軽業や手品、浄瑠璃、 講談などの見せ物小屋で賑わった。京方年間には、両国広広広寺の露天売りが常設となり、安政頃には小屋が立ち並んでいたと思われる。明治時代には、貴族な見せ物小屋がたくさんあり、明治初年頃には、坂東村江門の芝居、富田角造兄弟の芝居、山立つの女芝居があり、いずれも粗末な小屋掛けであったが年中大入りであった。明治末には、 副報道の活動写真館、第七副報館ができ、両国広工事からや原堀のあたりまで狭い横丁が縦横にあり、飲酒屋や汁小屋など、あらゆる飲食店が軒を連ねた。その他の両国広工事に関連する風俗目標としては1875年12月の掛け替えが最後となる。両国駅の開業や両国国技館の開館に伴い、両国という地名は、 次第に東両国を指すようになっていった。1971年には住居表示に伴い、中央区の日本橋両国は、周囲の日本橋米沢町、日本橋揚げん堀町などと合わせ東日本橋と改められ、現在は中央区東日本橋2丁目となっている。一方、墨田区側はすでに1967年、東両国から両国へ改称されている。 現在、両国橋西交差点付近に、両国広小路記念碑が設けられている。江戸東京博物館には、両国、広小路西橋詰めの模型が常設展示されており、伝報の改革の取り締まりの記録をもとにした、改革前の盛り場の姿を1500体の人形を配置して再現している。2013年12月には、埼玉県羽生市にある、 ハブパーキングエリアの商業施設、鬼平戸どこ所の内部に、両国広工事の屋台の連なりを再現した立ち食い所が設けられた。ありがとうございます。